どうもソルザンです、ドラゴンクエスト2実況をやっていきまーす。今回はサマルトリアにまた戻って王子様を仲間にしたいなと思います。かなりね、ベジータの強さが上がってきたんで、スライムも恐れをなして逃げたような感じがしますけど、これじゃあこう行ってそのまま北上するといい感じにノブレシアじゃないサマルトリアに着くわけですね。結構これ繋がってんですな。なるほどね。そのままじゃあ北上します。まあ、一回行った土地にはもう余裕で行けるようなこの辺の敵もそんなに強くないし、だいぶ強くなったな。川の盾しか装備変えてないんですけど、やってける。よし、でこの先にあると。さて、いるかな。いなかったら笑いもんだな何やってんだよあの人っていう感じで。あ、いないわ。まだランド王子と会えるのか。ここには戻っていないぞよ。いや、今いいです。はい、ってことはリリザの町か、もしくはお姉ちゃんと一緒に遊んでるああ、じゃあリリザだな。じゃあ、しゃあね、行くか。まあ、一応見とこう。この辺に隠れてるかもしれない。さすがに隠れはしないか。やぜやで休んでるとか。それもないみたいですね。じゃあリリーザ行きます。隠れんぼしてんのかな。なかなか仲間にならないね。で、いいね。よし。まあでも、あれだな、その王子様はどっち系の魔法を使えるんでしょうね。攻撃なのかな、補助魔法かな。まあ、順番的にはホイミが使えるっていうここなんでね、多分補助系魔法だと思います。ホイミ欲しいよな早く。いや、あとマヌーサとか。マヌーサあんのかな。マヌーサ3からかな。どこにいるんだろう。とりあえずちょっと探してみよう。え、ここじゃないのかな、もしかして。え、こっちにいないよな。いや、マジでどこいいんすか王子いないな。
いやでもこの辺でしょう。あ、彼だ。僕はサマルトリアのランド王子です。もしや君はローレシアのベジータ王子ではない？一応ベジータ王子だよな。いやー探しましたよ。さあ力を合わせて共に戦いましょう。やった。いやー二人いるといい。いいよ。呪文見てみる。あ、やっぱホイミだ。全部7つか。ホイミ、ベホイミ。で、パーティーなんでね。ベホマラーとかあんのかな。まあ、ちょっとわかんないですけど。まあ、キアリーとかはありそうな気がする。あと、ルーラーも覚えるんじゃないかな。ルーラーはどっちだろう。とりあえずちょっと、王のところ行って。そこからまあ東にじゃ、東じゃない。西側に行きます。西には、ムーンブルクに続く、祠があるらしいんで。まああんまりちょっと戦闘見てなかったな。ランドはどうなの？強いのかな？ああ、なるほどね。そんなに強くない。なるほど。まあ完全に補助要員か。強さ。はい。あ、レベル1か。なるほど。ちょっとレベル上げてから行った方がいいっすね。ホイミ。じゃあ、レベル上げよう。ちょっと見てなかったけど、装備は？棍棒革の鎧。じゃあ、お城の中にある、ものを買ってあげようか。サンキュッパ。まずレベル上げよう。サンキュッパというか鎖片びら変えるね。やばい、ランド狙ってるな。そんなに強くないな。結構 AI 賢いんじゃない？まあ倒せてないけど。よし。てかレベル上がんないかな。早く早く。OK。だけどやっぱりホイミ一つあるだけでちょっと安心感がちゃいますね。いざとなったら使えるっていう安心感。まあでもランドが死なないようにしないとな。よーし。まあ、でもベジータにダメージ集中してるか。そんなことないな。そんなことない。オッケー。うん。いいじゃんいいじゃん。じゃあ宿屋にまとまって。弱い。まあ AI はやっぱり大したことないか。一応回復しとこう。宿屋。二人だから高いな。
で、この方が持ってた買う。あ、鎖片びらいいじゃん。川の盾とじゃ鎖片びらで。あ、無理だな。川の鎧か。安いよね。お、いいね。じゃあ川の盾。しかしなあ、王子に向かってだなだなってね。ドラクエ1の時もそうだけど、商人は結構気が強いというか、結構高圧的に物を売ってきたり進めたりしてくるけど、お、ラーナではないか。よく帰ったな。1キュッパ22。はい、じゃあちょっと姉ちゃんのとこ行って旅に出ます。あ、お兄ちゃん、あ、姉ちゃんじゃないの。ねえ、私も連れてってよ。ダメだよお前は。何よ、お兄ちゃんの意地悪。仲いいんだろうな。なんだ、兄貴なのか。妹の方がなんかしっかりしてそうな気がするな。さて、じゃあちょっと行きましょう。だけどレベルがね、上がるんだったら MP も増えるんで、序盤の MP はできるだけ高い方がいいから。もう一回やるや、止まろっか。レベル上げて。よし。ま、このあたりちょっと、あ、祠あるわ、祠ある。ここか。あそこ旅の扉か。なるほど。お、やばい。やばいじゃないか。よし、一発一発。お、いいね。頑張ってるやん。頑張ってるやん。ギラか。攻撃魔法覚えるんだな。なるほど。じゃあこのままちょっと町に帰ろう。じゃあ早速ギラ。ギラ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 。暗い。あ、ギラの意味がない。あ、強い強い。ギラの意味ねえよ。もうちょっと見ときゃよかったな。よし。毒が厄介ね。とりあえず薬草ちょっとと毒消しを3個ぐらい買っとくか。それで多分問題なく進めるでしょう。もうとりあえず A 連打してます。非効率な戦闘。いやだけどなんかね、久しぶりに初見の RPG なんで、ワクワクしながら遊んでますよ。ここか。
宿屋に泊まると、あ、宿屋じゃない、あ、ドブ消しここ買っとこう。で、キメラの翼も買っとこう。これはベジータの方がいいな。まあこんなもんでいいかな。じゃあ一泊して、どこ回復するかな。あ、してない。毒の回復は、あれか。一応、チェックだけしときます。多分、ここで毒を治療すると高いんだよね。あ、そんなことないわ。そうか、道化師の方が安いのか。あ、高いのか。なるほど。ちょっとセーブだけして、まあここで終わるか一旦。85。はい、じゃあ一旦ここで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。